トラー、どうも加藤奇跡です。ブルースウルトラー、どうも土田雄太郎です。はい、このラジオでは小学生2人で僕のヒーローアカデミアについて語り合うラジオです。僕のヒーローアカデミア、通称ヒロアカ、主人公緑谷いづくがナンバーワンヒーローオールマイトとの出会いをきっかけに最高のヒーローに駆け上るストーリーです。ということで、なんとアニメ第5期がスタートしました。イエーイ。確か第5期は全25話の内容です。ということで、やっぱり第5期の第1クールの主な話としては、A 組と B 組の合同戦闘訓練ですね。ああ、新しく新装くんとか来たね。そう、ちょうど第2期の体育祭で登場した新装ひとしっていうキャラクターがね、どんな感じで来るからね。あの前のなんか運動会みたいなのでも、体育祭でもなんか新装くんすごい強かったよね。そう、かなり使い方次第で変わるから、そういうとこは注目です。そしてさらに3月27日から僕のヒーローアカデミア展ドローイングスマッシュが開催します。ウェイ。で、やっぱりそことしては確かね、5フロアに分かれてて、そう、第1フロア、第2フロアで、第3フロアは写真撮影が可能なの。写真か。そう、だから例えばたくさん絵があったら、カシャ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 ってたくさん撮るから。はい、そしてなんと僕のヒーローアカデミア映画第3弾の公開が発表されました。映画名としては僕のヒーローアカデミアザ・ムービーワールドヒーローズミッションです。で、もうヒロアカとかの時の CM とかで出てんだけど、なんかデクが指名手配されちゃってんだよね。指名手配なんでだろう。そう、だからまだ全然内容が明かされてない分かなり謎だよね。確かに謎だね。そう、あとデクとカッちゃんとトドロキが新しいコスチューム着てたじゃん、なんか黒いの。ああ、そう、なんかカッちゃんがさ、かぶり物かぶってんだよね、こういうパーカーで。あのかぶり物なんだろう。そうだね、多分デザインとかだと思うけど。そしてなんだろう、映画のやつ見て USA はその3人だけかなと思ったら、予告編に常闇文影がちょっと映ってたの。マジで。え、常闇が？そう、あのホークスと一緒に映ってたの、ちょっとだけ。あー、ホークスってなんかあの常闇の推しなんかじゃなかった？そうだよね、確か常闇がホークスの事務所にインターンで入った。あ、そう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 っていう感じで、もうヒーローが一体どうなってしまうのかが見どころだよね。確かにね。 そして僕のヒーローアカデミア第30巻ダビダンスが発売されました。まあ、30巻の内容としてはもう今のアニメじゃ想像できない全面戦争編っていう壮絶な戦いが描かれてるし。マジかよ。そう、そんな感じで結構重大発表が多いんだよね、第30巻って。そう、新キャラ復活とかキャラ復活とか、あれがだったりとかで、あれがなっちゃったりとか、本当にね、大変なの物語が。最近ヒロアカもうなんか盛り上がってるね。そうで、ちょうどまだ単行本になってない最新話では衝撃発表とかあったりね。ということで、以上最初のスクープでした。では行きましょう、さらに向こうへブルースウルトラー。個性足す個性。はい、ちょっとおかしな題名ですけど、このコーナーではヒロアカに登場する個性たちを合わせたらどうなるというコーナーです。個性足す個性。そう、個性一つでも十分強いんだけど、合わせるとどんな最強な個性が生まれるのか考えてみたいと思います。じゃあ最初俺からいくね。まず自分で考えたのは、かっちゃんの爆破と雷電気の帯電でビリビリ、なんかすごいしびれる爆破ができると思うの。それは強い。そう、だから
こうやって直でやったら感電してしびれるし爆破も強いしって感じで、あとなんかかっこよくなると思うんだよね。なんか爆破ってさ黒と赤でさモワモワって感じだけど、雷でさビビューンって感じでちょっと稲妻が混ざってかっちょいい感じになりそう。確かにそれはかっちょよくなりそうだね。そう、続いて土田くんはどんな個性好きなんて言ったっけ。とどろきくんの半霊半燃と桐島くんの効果です。確か半霊半燃って個性2つだよね。ああそうで、それで桐島の効果がよくる。結局さ能力って3つじゃん。確かに。そうで、どんな感じでさ戦うの、その個性で。まず、まあ、降下して相手を、なんだろう、油断っていうかな、なんか相手で氷で固めて炎出したり降下でバシーンって攻撃したり。あー確かにそれは僕も思いつかなかった。へえ。けどなんか実際に本編のちょっと出てたけど、なんかさデクが轟くんってさ半霊半燃で炎と氷持ってんじゃん。でさらにワンフォールの超パワーが入ったらさすっごい強い気な感じだよね。しがらき倒せそうなぐらいかな。まあしがらきの強さはね後に絶対わかるから、まあそれまで待とう。そうだけどさ、なんか半霊半燃の氷ってさやっちゃうとさ体がさ、なんだろう、すげえ割れちゃうとかそんな感じじゃん。ああまあ氷はあんまり。そうだからなんか氷で相手を捕獲するっていうのは全身だときついよね。ああちょっと凍っちゃうし体がね。そうだからまあヴィランは悪いことしてるからね、そんぐらいやんないとね捕まえられないけど。ああでそれでなんか面白い個性思いついたの。何？あのミネッタのモギモギあんじゃん。ああそれで捕まえて、なんだろう、少女の複製腕とか、なんだろう、少女の複製腕で先に敵見つけてモギモギでやるっていう。なんか前さ少女とミネタが協力したらスパイみたいだけど、その個性合わせちゃったらさ一人でできちゃうじゃん。確かに。そうだからそんな感じの個性が俺は強いと思う。僕もちょっと強いと思うな。でもさ、やっぱりさ、モノマのさ、コピーってあんじゃん。ああ。そう、あの、やばいモノマくん。モノマネイト？そう。で、なんか個性コピーでさ、コピーできんじゃん。だから実際に、そのコピーでコピーできるし、結局、大体の個性は使えんじゃん。ああ。そう、だからさ、個性2個でもさ、多分、スカの個性が手に入ったらいいよね。スカの個性。スカ。そう。なんかあのコピーできない系。例えばデクのワンフォールとか、ファットガムの脂肪吸着とかできるけど、なんだろう、できないって感じな。ああ、そんなに使えないっていう感じかな。そう。例えばファットガムはさ、すげえボインボインじゃん。ああ。だからいろいろ吸収できるけど、モノマの場合は普通の体型だから大して効果がファットガムぐらいないっていう感じな。確かに。そう、溜め込む系の個性だね、使えないの。でもデクはさ、うん、ちょっと強すぎてさ、コピーが不能じゃない。まあね、個性が強いからデクの場合、オールマイトからもらった力だしね。オールマイトからもらった力ってやっぱりコピーはできないよね。そう、どんどんワンフォールは受け継がれてるから。今7代目だっけ。7代目がシメラ7で、デクは9代目。あ、9代目だった。そうで、なんかさ、いろいろ見るとネット上で10代目は誰かとか、なんかそういうの考察もあるけど。10代目。そう、多分10代目いないと思うんだよね。最新話さ見ればわかると思うけど、僕最新話見てないからまだわかんないな。な感じでちょっとさ、この B 組足す B 組の個性で考えてみようよ。 B 組足す B 組？そう、 B 組の個性。あー、まあ、ほら B 組ってさ A 組の影に隠れてるけど、本当にアニメ見ていい個性だなーと思っちゃうんだよ。
確かにね。例えば第3話かな、確か真相と高田はさ音使うじゃん声。ああ、そうだけど2組 B 組のつぶらば構成っていうのがなんかエアプリズン、あのなんかガードみたいな、そう音を出さないなんかやつ作るし、まあ結構相性がいいんだよね A 組と。そう、例えばさあのシシダのビースト、あれめちゃくちゃ強いじゃん。そう、最後シンソウくんもピンチになってたしね。そう、多分ねシシダの個性はさそんな目立たなそうだけどめっちゃ強いじゃん。確かにね。そうだからそのシシダの強さがもうちょっと伝わるといいな。耳もいいし鼻も効くし、すごい鼻がね。そうだから鼻でさあの周りの敵をさ見つけたり、だからあのつゆちゃんのさ作戦でさ全員なんかつゆちゃんの毒性の粘液だっけ、あ粘液みたいなのをなんか塗っていくっていう作戦、あれはさ高田の鼻が効くから使えたって作戦だよね。相手は読んでるね。そうだから普通だったらさわかんないじゃん鼻だと。そんなまあ普通の人間だったら、ね、そうだから高田じゃなくてシシダの個性が俺はいいと思う。あー確かにね。でそしてやっぱり注目してるのが B 組のね黒色支配なんだよね。黒色支配？全身ダークで個性が黒、黒色に入ることできるの、なんか中になんかあれに似てない？あのダークシャドウみたいな。そうそう、どっちもね常闇とね黒色はどっちも中二病キャラなの。中二病キャラ、そうなんか深淵の音とかそんな感じの言葉使う感じで、もうヒロアカがやばいね。そう、その二人をね注目してる人がいる。おお、僕のヒーローアカデミアのかっちゃんの声優の岡本信彦さんがなんか好きとか言ってたよ。まあ黒だしね。そうで、なんかねいつもねなんかラジオの時もね黒服着てるらしい。黒い服でラジオ。そう、そんな感じでさ、なんだろう、合わせ溶接いんじゃん B 組に。合わせ溶接、そう、なんか溶接する、なんかこれなんだろう、林間合宿編でもノームにつけてたじゃん、八百桃が出した。ああ、そう、あれがさバーンってさつけられるからさ、いいと思うんだよね。確かに。そう、だから本編でも誰かくっつけちゃったかね、どっかに。ああ、そう、まあそれもアニメでやるからお楽しみにってことで。アニメ楽しみだ。そうけどさ、こういう個性の話をさ、言ってるとさ消されたら終わりじゃん。ああ、だからイレイザーヘッドの個性抹消が一番強いと思うの、やっぱ。確かに抹消強いね。そうけどさ、それに似てるのがさエリちゃんじゃん。あー、エリちゃんか。そう、あのなんだろう、オバホがさ個性消失団作ってさミリオンもさ失ったし、個性どうか戻ってほしいね。うん、戻ってほしいね。うん、もしかしたらね、うん、全面戦争編見た方がね、うん、そういうことってことで。けどさ、イレイザーってさ、異形型の場合は動き止めることしか確かできないの。ああ、例えばオジロだったら尻尾が動かなくなるとか。尻尾動かなくなるとオジロはちょっと不利かも。けどね、オジロね、キックとかなんか強い気がするんだよね。確かにキック強そうだね。そう、なんだろう、武闘ヒーローって言ってるからさ、尻尾だけじゃないと思うの俺は。パンチも強いんじゃない？いや、パンチはなんかわかんないんだよね。なんだろう、この後分かっていくみたいな。うん、分かってほしい。でなんかさ、尻尾ってさ下半身に入ってるからさ、自然に下半身も強くなってっていうのを願うな、やっぱ。あーっていう感じで。え、けどさ、最初に言ったかっちゃんと雷がもう俺好きなの、やっぱ個性が。え、けどトドロキと霧島だっけ。そう、そう、その二人の個性は土田くん気に入ってんだよね。そう、けど、うん、あの霧島と、うん、爆豪ってさちょっと相性いいから。そう、性格とかね。
だからなんか合体したらさらに強そうになる。うん、もうなんだろう、勝つって感じのイメージが強いからね。まあかっちゃんは勝たなきゃもう死ねないし。そう、もうかっちゃんはかっちゃんにしないといけないんだよ。だね。以上、個性たず個性のコーナーでした。続いてのコーナーはスクープ第5期。はい、このコーナーでは3月27日から始まった第5期のさまざまな情報を伝えるコーナーです。ではまず第5期のオープニングテーマ、エンディングテーマから紹介していきます。まず第5期のオープニングテーマはナンバーワンという曲です。ナンバーワン、名前かっこいい、はい、そう、結構歌詞も力強い印象があるから、まあこの A 組と B 組の戦うっていう姿勢には合ってると思うよ。はあ、それではお聴きください。いやー、かっこいいね。確かにかっこいいな。そう、サビのさ、突き上げたナンバーワンがあってさ、なんだろう、かっちゃんはナンバーワンのオールマイト目指してんじゃん。ああ、そう、なんだろう、そこはね、かっちゃんのなんか考えに似てる気がするんだよね、そこ。確かに、かっちゃんナンバーワン目指してるもん。そう、オールマイトを超えてとかさ、最初言ってたじゃん。ああ、言ってたね。そう、あと、アニメのオープニングなんだけど、なんかさ、胸よさばげーなどでさ、ドゥルドゥルドゥルってさ、音楽流れんじゃん。ああ、その時さ、ちょっと空がさ、映るじゃん。ああ、そこの編集も好きなんだよね、なんか。確かに。そう。空っていいじゃん。そう。なんかもうヒロアカはもうなんか自由な感じだよね、やっぱ。あとね、なんかね、サビの前あんじゃん。なんか、ね、ああ。自分を守って手にできるものに価値なんかないという。これがね、好きな、なんか言葉として。ああ、わかるね。そう。なんだろう、だからヒーローっていうのはなんかこういう安全圏じゃなくてなんか危険な状態とかで取れるって言ったから、マスキラと戦った時にデクがヒーローは命としてお仕事、綺麗事実践するお仕事だって言ったのがね、なんかつながる気がするんじゃないかって思うの。確かにね。そう。はい、続いて僕のヒーローアカデミア第5期のエンディングテーマは足跡です。ああ、あれもいいよね。そう、あれはオープニングと違って日常を描いてる感じだよね。最初のあれも。うん。それではお聴きください。はい、やっぱこれはこの曲はさ、オープニングとは違ってさ、なんだろう、 A 組の私生活感とかあんじゃん、日常。ああ。そう、そしてなんか最後に描かれた誰の誕生日なんだろうね。誰の誕生日だろう。そう、それとあとなんかさ、キャラクターがさ、好きなものさ持ってんじゃん。ああ、そう、そういう編集も好きだし、オールマイトチップスってあんじゃん。あ、なんかそう、デクが撮ってた。で、なんかデク撮ったら後ろにエンデバーがいたっていう、それが好きなの。確かに。そう、ヒーローチップスとか名前。ヒーローチップス。そう、まあそんな感じだね。はい、今回のラジオは楽しかったですか？次回もプルスウルトラして頑張っていきます。ではまた次回、さらに向こうへプルスウルトラ。